日本高野連は春の選抜出場校を対象にした交流試合を甲子園球場で今年8月に行うことを決めました。日本高野連は今日午後オンラインで理事会を開き、甲子園球場で交流試合を行うことを決めました。交流試合には新型コロナウイルスの感染拡大で開催が中止された今年の春の選抜に出場が決まっていた32校を招待。8月10日から12日までと15日から17日までの6日間に各学校1試合ずつ行う予定で、組み合わせは来月18日にキャプテンによるオンライン抽選で決めるということです。兵庫県では明石商業が招待されています。試合は無観客が原則ですが、学校関係者の入場については今後の感染状況を踏まえて検討することにしています。まあ、諦めていたんですけども、このような試合を組んでいただいて、子どもたちが甲子園でプレーできるということに対してですね、本当に嬉しく思います。高校野球をやってる以上はやっぱり夢の舞台なので、そこにですね足を踏み入れてですね、そこで試合ができるということは本当にこう力が出るというかですね、夢の舞台なんで、子どもたちにとってはこの上ない喜びやと思います。